はるもっこの背中の絵、何書いたかわかる？今日はですね、はい、なんかちょっと最近流行ってたみたいな、背中にこう絵を描いて、で同時進行なの、はいはいはい、ピーって書いて、はい、ピーって書いて、ピー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 って書いて、それを当ててもらう、うん、同じやつを描けばいいんだよね。そうっていうゲームです。わかるっしょ。当ててみよう。全然なんかもうすごい分かれる。ちゃんと描けてる人と、あとぐちゃぐちゃな人、想像がつかない。ね、自分がやったらどうなるのか分かんないので、ちょっとやってみよう。ちょっとあれですよ、はい、絵のセンスも。あー確かに。むずい。くよ。強めにお願いします。もう違うのバレてる。わかー、ちょっと間違えたな。いくよ。ちょっと待って、もうちょっと感じたいな。はい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 。はい、あ、これ来てんじゃない？来てる ね。だいぶすごいよ。なんかね、最後分かった。うん。正解は？ひまわり？正解！やったー！見せて見せて見せて。ごめん、ここ間違えてた。本当にね、感じたまま描いただけ。すごい。すごい。すごい。次。はい。じゃあ行きます。はい。あったかい。違うんだ。ちょっと間違えたな。ちょっとやっていい？いいよ。終わり。え？これはケロッピーじゃないかな。ケロッピー。嘘！ドラえもんかなと思ったのさ。ああ、お前でしたから、うん、ケロッピーでした。やったー。いやーすごい、1対1すごいぞ。よっしゃ、1対1。横です。横いきまーす。はい。なに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 、なんかいっぱい書かなって。今何もうちょっと強めにお願いして。全然わからん。ねえ、もう無理だよ。なにこれ。ごめんね、意地悪すぎたな。もうね、あとでもいい。ねえ、ここにまとまりすぎだよ。ねえ、なんなの。ね、ちょっと待って、やばいねこれ。でもずくさ、ごめん、難しい。問題が悪い、問題が悪いです。嘘やん。ごめん。嘘だ、なんで。でももう1個書いてるんでしょ。昔書いてた。昔書いてた。うん、こんな感じ。違う。違う。今ドラゴンボールからの。あー、何、わからない。じゃん。なこれはわかる。世界地図ね。正解。いやいや、これ見たらわかるでしょ。正解ではないから。ごめん、問題が悪かった。正解ではない。いやいやいや、でもまあまあ知りたいよね。ちょっと分かってたかったよね。次行ってみましょう、ね、はい、ごめん。いきまーす。はい、縦ですね。縦。はい。ん？これ何？これは分かってあげて。分かったでしょ？何それ？はい。いや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 。終わりです。違う？なんだこれ。いやー、これ絶対分かってほしかったな。
これどっちかや。なんだと思う？セミかカブトムシか。そう、いや確かにそう見えるな。これ何って感じだな。うん、確かにね。答え見る？でもこれは木でしょ。確かに木は合ってる。カブトムシ正解は？わあマジか、これは分からんといかんねんでしょ。悔しいね、これすごく悔しいね。木は合ってたでしょ。うん、これ何だろうって思ってた。すごいちょっと意地悪してね、こう、うん、分けちゃった。ああ、いやいやいやこれあれか、弦だ。そうペグ。そうわあ面白い。はい、いやこれは悔しいね。これ何、同点、引き分けですね。引き分け、引き分け。やっぱ小難しいのになると難しいんだね。そうだね。いやでもなかなかね、楽しいんじゃない。楽しかった、はい、これ結構時間潰せるね、はい、そうだね、うん、楽しかったです。楽しかったです。引き分けでした。毎週水曜日